ソーシャルネットワーキングサービスクラウドソーシングユーザー生成コンテンツ仮想世界セカンドライフのプレイヤーによるコンテンツユーザー生成コンテンツまたはユーザークリエイテッドコンテンツとは消費者が生産者となる生産消費者により制作提供される作品の総称であるユグックによって作られるメディアのことを CGM と呼ぶマスメディアのようにプロがコンテンツを作るメディアの 対比として使われ、代表例として食べログなどの口コミサイトなどが挙げられる。u ク u、CC、c c c g m などの用語は2000年代中ほどの Web2.0 の流行とともに使われるようになった。Web2.0 はワールドワイド Web のコンテンツの提供、受領の立場が流動的に変化する概念を表した用語として使われ、生産消費者によるコンテンツは ブログウィキ SNS、動画共有サービス E コマースなどの Web プラットフォームのコンテンツで用いられた。タイム氏は2006年のパーソンオブザイヤーに Web2.0 のコンテンツ制作者としてのあなたを選出した。消費者から消費者へ製品、サービスを提供する商業プラットフォームは C2C と呼ばれる。ユーザークリエイテッドコンテントという呼称は主として 韓国で使われる用語であり、英語圏を中心として、世界的には、ユーザージェンラーイーテッドコンテントという呼称の方が、一般的である。公的貢献による、用語定義が収録された、オックスフォード英語辞典インターネットが普及する、以前における生産消費者によるコンテンツとして、大規模、大容量の辞典、オックスフォード英語辞典がある。1857年。 ロンドン言語学協会のリチャード・ジェネビックス・ストレンチは、オックスフォード英語辞典の未登録の用語を保管するために、世界中の英語圏から公的貢献を求め、読者による貢献を反映した辞典の編集を実施した。辞典の編集は何十年も続き、非常に多くの読者からの貢献が辞典に反映された。1990年代初頭、 インターネットが構築された時代の生産消費者の情報蓄積の基礎プラットフォームはニュースグループであった。ニュースグループ利用者は掲示板へ自身の知っている情報を投稿し、利用者が投稿したテキストはニュースグループのアーカイブとして蓄積された。ニュースグループは分野ごとにサブカテゴライズされており、分野ごとの蓄積情報はナレッジコミュニティを構築した。 1990年代中ほど以降は、インターネットのプラットフォームにワールドワイドウェブが登場し、ナレッジコミュニティのプラットフォームは、ニュースグループからウェブサイトへ移った。ウェブサイトは HTML で記述されたウェブページを通して、情報を配信し、インターネットサービスプロバイダーが、個人にウェブサイト空間を貸し出すことで、個人ホームページや個人 BBS が登場した。 ワールドワイドウェブの登場によりニュースグループの利用者は減っていったがいくつかのニュースグループで蓄積された投稿テキストは HTML に変換されてウェブサイトとして公開された。例えば1990年代に始まったニュースグループレック、アーツ、ムービーズは映画情報サイト IMDB の基礎となっている。2000年前後インターネット空間の情報交流を エンドユーザー同士で直接的に行う SNSWiki、画像共有サイト、動画共有サイトファイル共有ソフトウェアなどのネットワークプラットフォームが活用され始めた。ウィキや画像、動画共有サイトは、ウェブサイト閲覧者がテキストや画像、動画を投稿することで、ウェブサイトのコンテンツを拡充させる生産消費者によるウェブサイトである。ファイル共有ソフトウェアは、 p2p でエンドユーザーからエンドユーザーへデータを送受信するアプリケーションである。また、個人のウェブサイトの活用方法にも変化が現れ、個人のウェブサイトで特定分野のウェブ情報を記録するウェブログが登場した。初期のブログサイトは、ウェブサイト URL をリストでまとめた URL 一覧であった。ブログサイトの掲載内容はよりウェブサイト閲覧者に 便利であるように、ウェブサイト URL に加えて、パーマネントリンクサイト運営者コメントサイト訪問者、コメント HTML、マークアップサイト URL 掲載日などをブログの一記事に記載するよう改良された。特定分野の情報が収集されたウェブサイトは、インターネット利用者にとって便利であったため、ブログサイトは多くの個人サイトで利用された。2005年、 ティム・オライリーは Web2.0 カンファレンスで Web2.0 のあり方を提唱し Web2.0 では生産者と消費者が流動的に立場を入れ替えてエンドユーザーからエンドユーザーへ Web コンテンツが提供される特徴があると述べたこの発表以前にも生産消費者コンテンツの Web サイトは多数存在していたが Web2.0 というブランディングでまとめられることで それらのウェブサイトは広く認知された。2006年、タイム氏はこの年のパーソンオブザイヤーに Web2.0 のエンドユーザーによるエンドユーザーのためにコンテンツを制作、提供するコンテンツ制作者としてのあなたを選出した。従来の生産者から消費者へ製品、サービスを提供する商業プラットフォームが B2C と呼ばれるのに対して消費者から消費者へ製品、サービスを提供する商業プラットフォームは C2C C と呼ばれる。生産消費者によるコンテンツの登場によりアマチュアによるメディアをサポートする企業の役割はコンテンツ制作からコンテンツ提供へとシフトしていった。例えば動画メディアでは2000年代初頭は Adobe Flash などのコンテンツ制作をサポートするツールの 提供が流盛していたが、2010年代には YouTube などのコンテンツ提供をサポートするプラットフォームの提供が流盛している。生産消費者によるコンテンツは主にインターネットを通して提供される。提供プラットフォームには、ウェブサイト運営者が主体を挙げて、コンテンツを提供するブログポドキャスト、ウェブサイト利用者が知識、情報を投稿する。 bbsq&a サイトレビューサイト、ウェブサイト利用者がサイトコンテンツを自由に編集するウィキ、ウェブサイト利用者がコンテンツを投稿する画像、音楽、動画共有サイトなどがある。また、コンテンツ自体はインターネットを通して配布されるが、そのコンテンツはアプリケーションゲーム内で利用される、アドオンモッド環境などがある。ブログポッドキャストはテキスト、音声を配信する。 個人運営のウェブサイトに適した提供プラットフォームでコンテンツ提供者は特定分野の主題に対して記事を執筆、録音してウェブサイトに投稿、掲載する。ブログはテキスト及び画像、音楽、動画を記事にして読者へ情報を提供する。ブログでコンテンツ提供する生産消費者はブロガーと呼ばれる。ポッドキャストは 音声コンテンツで読者へ情報を提供する。コンテンツの更新は RSS で通知することが多く、視聴者は RSS リーダーでコンテンツの更新を知ることができる。ブログポッドキャストの提供形態は定期的に発行される新聞、ラジオの提供形態に似ており、企業運営の報道サイト、情報配信サイトや市民ジャーナリズムサイトでも利用されている。 BBS は特定の主題の話題を利用者同士で会話するコミュニティである。Web プラットフォームの流行以前はニュースグループでテキストで利用者同士が交流していたが Web プラットフォームが流行したことでマークアップテキストや画像も扱える BBS が使われるようになった。画像ファイルがアップロードできる BBS は画像掲示板とも呼ばれる。ニュースグループと 同じく特定分野の話題を主題に利用者同士で意見を出し合って交流する。BBS に投稿されたテキスト、画像のアーカイブが一つのコンテンツとして、キュレーションサービスなどにより取りまとめられて再提供されることもある。同様に Q&A サイトレビューサイトは、主題の話題へ、サイト利用者が主題に対してコメントを投稿するコミュニティである。 利用者同士の会話ではなく感想、評価の投稿が主観にあるが、ウェブサイト利用者が知識、情報を蓄積するナレッジコミュニティとして同じ特性を持っている。Wiki はユーザー共同作成の集合値を構築するナレッジコミュニティとして効率的なプラットフォームである。Wiki 利用者はウェブサイトに掲載されたコンテンツを編集し、 ウェブサイトをより優れたコンテンツを提供するものに改善していく。従来ウェブサイトではサイト運営者が掲載したコンテンツをサイト閲覧者が一方的に受領するだけであったが、ウィキではサイト利用者が編集したコンテンツを提供、受領することができる。画像共有サイト、音楽共有サイト、 動画共有サイトなどのホスティングサイトは利用者の制作したメディアコンテンツのアップロードと掲載、配信をする。動画コンテンツはライブストリーミングサービスで配信されるものもある。それらのウェブサイトサービスでは利用者は自身の制作するメディアコンテンツを提供、配信する。動画共有、配信サービスはテキスト、画像、音楽を 包括的に扱うことができるため、静止画をスライドショーのように加工して動画コンテンツにしたり、音楽に静止画をつけて動画コンテンツにしてテキスト、画像、音楽を動画コンテンツとして配信することもある。動画共有、配信サービスはその高い汎用性から様々な種類の生産消費者によるコンテンツの提供に利用されている。ウェブサイトサービスへアップロードしたコンテンツは、 そのウェブサービス運営者の定める利用許諾契約に従ってコンテンツ生産者、コンテンツ消費者はコンテンツを提供、受領することになる。ただし、著作権は生産消費者のもとにあり、ウェブサービス運営者が無断で生産消費者の制作したコンテンツを利用することは認められていない。ウェブサービス運営者を介在させず生産消費者が、 コンテンツ提供する場合は生産消費者が、コンテンツに適当なライセンスを課すことになるが、そのための汎用ライセンスとして、オープンライセンスやクリエイティブコモンズライセンスなどがある。ゲーム、マインクラフトのモッド構造物メディアを再生する例、AD の実況プレイ動画 Wikibooks に投稿された、料理レシピフリーソフトウェアのフィルク、音楽インフィニットハンズ生産消費者による、 コンテンツには多様な種類のコンテンツが存在する。一信頼感や親近感を与えることができるユグックが企業からの発信と決定的に異なるのは客観性が担保されているという点である。企業の発信するコンテンツであればどうしても宣伝目的という印象をはらんでしまうがユグックは損得感情を抜きにした消費者目線のリアルなコンテンツのため消費者は ヨグックに対して信頼を感じやすい。また、消費者目線のリアルなコンテンツであるため、親近感も湧きやすいと言える。例えば洋服に関して、モデルが着用している様子に憧れても、親近感を抱くことは難しいだろうが、自分と体型や生活スタイルが似ている、一般消費者が着用している様子であれば、リアリティがあり使用イメージも湧きやすいはず。二商品開発や、 施策改善のヒントになる消費者のリアルな声であるため何に価値を感じているのか実際にどのように使用しているのかといった消費者心理や行動を知る大きなヒントとなる時には企業が想定していない使い道で紹介されることもある一例としてブックエンドの使用法で冷蔵庫にペットボトルを寝かせて保存する際に転がりを 防止するために使用するといったものが挙げられる。このように、ユグックによって新たな発見が生まれることで、企業はこれまでとは異なる、プロモーション施策を考えたり、新しい商品開発につなげたりできる。参考率的なアプローチができるユグックは、消費者側が作るものなので、企業はコストがかからない。そのため、ユグックを上手に活用することで、 クリエイティブ制作にかかる時間やコストを軽減できる。特にユグックは前述した通り消費者目線の見方や訴求ポイントが詰まっており信頼感や親近感を与えることができる。こうしたユグックを企業の公式アカウントやウェブサイトで発信することで広告に頼らなくても認知度を高めたり購入を検討している顧客に効果的にアプローチしたりすることができる。 コンテンツクリエイターがコンテンツを制作、提供することのメリットは直接的ではない。利他主義、社会主義、物質主義などの複数の観点からコンテンツを制作、提供する動機づけには様々な理論がある。コンシューマー、ジェンナーイテッドメディアの利用価値は高く、コンテンツプロバイダーはその動機を促してコンテンツクリエイターに制作、提供を促進している。この動機は 暗黙的、明示的な動機に分けることができる。暗黙的な動機は具体的な背景に基づいていない。最も一般的な暗黙的な動機は社会的な動機である。この動機はユーザーの所属するコミュニティの活発な参加者の気分を良くさせる。Facebook のフレンドや Twitter のフォロワーなどユーザー同士の関係を良好にする。社会的な動機は 他社とコンテンツを共有する Facebook、Twitter、YouTube などのコミュニティでユーザー同士のつながりを構築する側面もある。ユーザーは Amazon.com や e a y などのコメント欄で製品情報、販売者情報を共有し、特定の製品、サービスの評価経験を蓄積する。その経験蓄積はユーザーが消費者となる際により適切な製品を 選択するためのカスタマーエクスペリエンスを向上させる。他に挙げられる社会的な動機は、コミュニティ内のステータスバッジレベルがあり、ユーザーが特別な権限を伴っているか否かに、かかわらず、一定条件の達成によって得られるものである。ヤフーチェブクロは、この種の社会的な動機を促す一例である。社会的な動機は、 コンテンツプロバイダーのコストをほとんど必要とせず、プラットフォームの大きな成長を促進することができる。しかし、社会的な動機によるコンテンツ制作、提供の促進は、その効用を発揮するためにはコミュニティがある、程度成熟している必要がある。明示的な動機は、具体的な報奨に基づいている。報奨は、例えば、金銭的な支払いコンテスト出展。 クーポンポイントプログラムなどがある。明示的な動機は、コミュニティの規模に依存することなく多くの人が容易に理解できる植物的な価値がある。カナダのショッピングプラットフォームであるウィシャービーやアマゾンメカニカルタークは、金銭的な報酬を与えることで参加者へ、明示的な動機を促している。明示的な動機の欠点は、利用者がその報酬を主観に参加することになることで、 最終的にはその動機のみが唯一の参加理由になってしまう可能性があることである。そこに依存してしまうと社会主義、利他主義の動機づけを減少させてしまい、報酬を用意するコンテンツプロバイダーのコスト増加を必要とすることとなる。コンテンツプロバイダーが生産消費者コンテンツを活用することのメリットは、植物的に明白である。コンテンツ制作には、 人的、金銭的リソースを必要とするが、消費者がコンテンツを無償で制作することで、コンテンツプロバイダーはそのリソースを削減することができる。消費者のコンテンツ制作に報奨を与える場合で、あっても企業が単独でコンテンツ制作する場合より効率的な成果が期待できる。また、一般的な消費者は企業評価より個人評価を好む傾向があり、 個人が評価したコンテンツは受け入れられやすく、ソーシャルメディアマーケティングはソーシャルネットワークサービスによって展開、拡散されやすい。ありがとうございます。